キュリエイト。妹。ニンニンデイズ。Thank you.
お腹が空いたの。
一般の恩を返さなくちゃいけません。恩には義をもって応えるべし。我が家の家訓なんです。主様の忍びとしてお仕えいたします。私一生懸命頑張ります。主様、もう少し体力をつけなくちゃダメじゃないですか。なんでって屋根伝いに主様を追いかけてきましたから。衣食住を共にするもの。常に寄り添って生活することでお互いの信頼関係を高め合うんです。さあ早く帰りましょう、主様。私を呼ぶときはスミレさんじゃなくてスミレでいいですよ。私は主様にお仕えしている身なんですから、主様がかしこまってたらおかしいじゃないですか。それじゃあ私のことを呼んでみてくれませんか。はい、何でしょうか主様。私も普通に喋るようにするね。でもこれ主様の寝具でしょ。寝
忍びの私が使うわけにはいかないよ。でも、なにこれ、すっごいうかうかする。うちはお布団だったし、山での修行が多くて野宿することも多かったから、こういうふかふかは初めて。
学技術ってすごいんだね。主様、まだ私のこと疑ってるの？そんなこと言われてもな。私は本当に忍者だし、疑われたって困っちゃうよ。これでどうかな。手裏剣と屋内なんだけど、普通の人は持ってないでしょ。まだ疑ってるの？忍者は現代にもいるんだよ。私の里だけじゃなくて、いくつか別の里だってあるし。それじゃあ特別に忍術を見せてあげる。そしたらきっと信じられるから。ごちそうさまでした。それじゃあ早速外に行こうか。そっか、そうだよね。私もお皿洗い手伝うよ。そう？あるんだけど、ぎょい、しっかり見ててよ。ほら、ちゃんと当たってるでしょ。これで信じてくれた？手裏剣術が見たいって言ったのは主様なのに。しょうがない。それじゃあとっておきを披露しちゃおうかな。いいからいいから。ああ、そこちょっと危ないかも。やけどしちゃっても知らないよ。いくよ。忍法カトンナ術。見えても私は里茶一番の見習い忍者だったからね。どんな術だって使いこなせるんだよ。
なって。でも
るようになると思うから、主様は先に帰ってて。あ、いいよ別に。そういうわけじゃないよ。ただこれ以上主様に情けないところを見られるのは忍者の治れっていうか。あ、ちょっと主様、苦手なものなんてない人の方が多いよ。人間を押し付ける修行とかもあったし。一番の見習い忍者だったんだから。それは笑わないでよ。口寄せの術、ちゃんと口寄せできてるよ。ほら、あそこ。そっちか。
びっくりしちゃった。
に教えてもらったことは忘れないよ。そうだ、これ主様が外へ行ってる時に届いた手紙だよ。だと思ってバカにしてるでしょう。里のことはあんまり話しちゃダメって言われてるからな。でも主様だったらちょっとくらいいいかな。いいのいいの、私の里は山奥の方にあってね、みんな忍者なんだよ。里の外の人に会うことはあんまりないかな。たまに新しい血を入れるために外から人が来ることもあるけど。そういうのに慣れていくのもこの修行の目的だからね。私はまだ見習いだけど、ちゃんと修行を終わらせて立派な忍者として認められたいの。そのためにももっともっといろんな経験を積まないと。主様もいつか里に案内してあげたいな。あ、そういう意味じゃないよ。ただ主様にはお世話になってるからと思って。私は別に。それより主様、お手紙は読まなくてもいいの？主様の分も一緒によそってこよっか。そう？じゃあ私の分だけおかわりしてくるね。ごちそうさまでした。正直壊しちゃったでしょ。それなのに謝ってなかったなーって。いそう。ありがとう主様。ニンニン。